偵察はどうだった？異常なし。ついでにマテリアもなし。マコールに着く前にとっつかまえたからな。ねえ、早くマコールへ行こう。クロマントたちはもうマコールに行っちゃってるよ。あれがコレルマコールだ。ねえ、あのクロマントの人たちって何なの？神羅の犠牲者だ。へえ。じゃあ私たちウータイと一緒だ。え？どういうこと？ウータイはね、神羅にあちこち爆撃されて、町もみんなもボロボロにされて、その上インチキな条約を押し付けられたんだ。平戦はウータイも歓迎したんだ。ジジイたちが勝手に受け入れたんだ。昔から国のことを全部決めてて、みんなおとなしく従ってきたけど、こればっかりは不満爆発。そんな怒った国民が期待したのがグレン大佐とその仲間たち。元ソルジャーで脱走兵のサンバガラス。初耳だ。錆びついた足かせみたいなしきたりをぶっ壊して、ウータイを元気にしてくれたんだ。そこに大佐たちが信頼するスフール総督って人が合流して革命が起きたってわけで、暫定政府が誕生したの。革命か、やるじゃねえか。どうして暫定政府なの？本当の政府は神羅との戦いが終わってから国民全員で選ぶものだからって。だからね、私たちは暫定が取れるように頑張ってるわけ。燃えるっしょ？シュッシュッ。どうしたの？置いてくよ。
ねえねえ、これ全部魔鋼なの？ああ。じゃあここにはすんごいマテリアがあるんじゃない？ドヒャーってびっくりするようなマテリア。ん？え？え？何何？守護者を捕まえる？え？あんな大きなマテリア欲しくない？あれ、全部私のものだよ。じゃあここでゆっくり考えろ。俺たちは先に行く。その言い方！また来るよ、ウェポンちゃん。それまで元気でね。ウェポンちゃん現れる。シンナが星を追い込んだってことだよな。つまりアバランチの主張は正しかったってわけだな。あ、そうだろう。ああ、でも危機の原因はシンナだけじゃない。セフィロスだね。うん、行こう、星を助けないと。そっちは任せる。黙れ。ん？派手に。どっちはどうだ。まずまずに。We'll be right back.
どうなってるの？羽橋だ。下げないと渡れない。どうしよう。飲んだよ。バレット、何か知ってる？あそこにある操作室で橋を下ろせる。どうやって行くの？炭鉱を通る。長いことほったらかしだから中がどうなってるかわからねえ。足下げてやっから、ちょっと待ってろ。おい、クロード、こっち来い。魔法の影響かもしれない。しばらく休んだ方がいい。クラウドは休ませて、私たちで橋を下ろしに行かない？そうだね。そいつで連絡するからよ。それまでゆっくり休んでろ。よし、そんじゃ出発。休めば回復すると思う。